これより我が黒の騎士団はリフリンの取引現場を抑える。彼はグレン錦で先行し敵戦力を排除、取引現場を抑えるんだ。こちら光月、了解。各隊はグレンに続いて突入、目標を制圧せよ。目的は首謀者のブリタニア人バイヤーと汚職警官の確保だ。敵は我々の介入を警戒している。油断するな。作戦開始。が突入したか。今回は以前と違ってグレン錦をはじめとしてナイトメアも充実している。余裕だな。それでお前はこのガウェインで高みの見物というわけか。いや、れっきとした後方支援だ。な、航空戦力の相手ならこのガウェインが最も有用だ。しかし戦力が揃ったというのなら計画通りブリタニア政庁を攻めるべきじゃないのか。こうしてブリタニアの不正を暴いたところでいつまで経っても日本を取り戻すことはできないぞ。分かっているさ。だがいくら戦力が揃ってきているとはいえ、本国の後ろ盾があるブリタニアに対抗するにはまだまだ足りない。ブリタニアと対等に戦うためには全ての日本人の協力が不可欠となる。そのための準備ときっかけが不十分だ。今はまだ力を貯める時だということか。ああ、だが俺は必ず手に入れる。ブリタニアを倒し、ナナリーが安心して暮らせる世界を。ゼロ、こちら光月、制圧を完了しました。よし、リフレインを破棄し撤収準備を。この感覚は？ドルイドシステム、時空の歪みを検知。なんだ、この反応。こんなことがあるはず。チェイ、とりあえずこの場を離れるぞ。了解だ。
ちょっといい？あ、これって違うな。もしかして、あの、ええ、ほう、なんだ、これは。いや、
敵もここまでです。ヌルーシビ・ブリタニアが命じる。お前たちは死ね。え？よし。つまり、こういうこと？もしや。
なるほど、そういうことか。ああ、行くぞ。ああ。